青い湯のビル群青い湯、コンテナターミナル霊形村、霊形駅、県霊園、青井香霊形山頂に建てられた、広四景器、サンドイッチクラス住宅計画に基づいて建てられた、住宅の一つである、メトルプラザは、青オ,オル駅と連絡しているほか、多数のバスが乗り入れている、青い湯には、工場が多い中、青い湯の工業団地席ひもろぎ村、霊素村青い湯は、 香港の深海南西部にある地区である。ワンニュータウンの一部となっており、行政区としては、かつてはワン区に属していたが、現在は、聖衣島とともに、青や青区を構成している。上青湯、中青湯、下青湯に細分化される。上、青湯や、下青湯には、比較的大きな住宅団地が集中しているのに対し、中青湯は、工業団地となっている。 青湯は香港でも有数の工業、商業地域であり、中でも青湯コンテナターミナルは世界6位のコンテナターミナルとなっているため、多くの企業が事務所を構える。また、同時に多くの住宅団地を有する地区でもある。越大記に記載された青湯の地名青湯の歴史は、少なくとも青湯界、沖の設立された明の時代まで遡ることができる。 東には、韓府淳剣氏が、西には、タムロ門海沖があった。聖徳年間、ヨーロッパは、大航海時代にあたり、東アジアに進出したポルトガル王国は、トンモンに、ポルトガル植民地を築いた。また、トンモン海戦で民軍が敗れるまで、青い湯海、沖一帯には、攻撃が続いた。1898年より、青いは、イギリスの植民地。 香港の一部として深海に組み込まれることとなる。青湯は長らく大きな開発がされなかったが、1960年代に入ると香港の衛星都市としてワンニュータウンの開発が進み、住宅団地が次々に建設された。もともと青湯はワン区の一部であったが、1985年に西衣島とともに分離し、青屋屋屋屋となった。 1990年に開通した縄文トンネルは、深海東を結ぶ、幹線道路である。1990年代に入ると、香港政府が赤角に新空港の建設を始めた。新空港とを結ぶインフラの一つとして、青諸幹線が、青い夕や生意を通るルートで計画され、青や奥青は大きく発展した。一方、1960年代から1970年代に、 かけて移り住んだ住民が一斉に高齢化する問題も生じている。1970年代に香港は産業発展の担い手としてパキスタン、インド、ネパールから多くの男性で稼ぎ労働者を受け入れた。青優はコンテナターミナルを有し、造船所や宝石工場などの集まる工業団地が多数存在したことから彼らにとって多くの雇用機会を生み出した。 南アジア人は交通費を節約するため共同でアパートを借りて、青湯と石ひもろぎの間にある兵、霊形に住む場合が多かったことから、この辺りに彼らのコミュニティが生まれた。現在は労働者の2代目が多く住んでいる。2011年の人口調査においては、青や屋内に2000人のパキスタン人が住んでいることが分かっており、これは油センサ管区や、 元明らくに次いで3番目に多い。青い優はもともとワンクに属しており、共通してワンニュータウンの一部であったため、他のニュータウンに見られる、中心市街地はワンに置かれ、青い優には存在しなかった。しかし、青い優がワンクから分離すると、青い青劇場など、青い青区にも公共施設が置かれるようになった。港鉄、青い薫駅一帯には、青い聖遊泳地。 青い遊運動場、南青い遊裁判改進所などが置かれるほか、新都会広場や青い遊広場といった商業施設も存在し、青い遊の中心的役割を果たしている。ホテル病院運動場1970年代、香港の工業が発展し、工業団地内には、紡績工場など様々な工場が入り、大きな雇用機会を創出した。中国本土で、 改革開放が行われると、多くの工場が本土へと移転したため、その後の空いた空間には、同鎮工業大化の百モーストなど、様々なアート関連施設が置かれている。青い湯には、多くの公営住宅があり、そのほとんどが1964年から1970年代にかけて開発されたものであるが、一部は1991年から2008年の間に建て替えられている。 青井ユ村ソンは、ワンニュータウン及び青屋奥において、最大の公営住宅となっている。ウィキメディアコモンズには、青井ユに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。